北のロッキーチャンネル。おはようございます。俺の最悪のメンタルの状態から一夜明けまして、なんとか持ち直したわ。まあでもね、ほんとね、こういうことね、もうこういうことばっかりじゃん俺って。メンタルあれになったらもう、でもさ、もう皆さんもうしゃあないから、これしゃあないね。しゃあないんだけれども、そういうところを見せるっていうのも北のロッキーのスタイルなんだけど、あんまりそういうの見せて心配させたくないなって気持ちもあんのよ。あるから。ただね、そういうのも結構実はあって我慢してたんだけど、もう多分限界地点に達しちゃったんだね。全然もう去年まではもう全然あれだったんだけど、でももう年明けてからなんかもう全然、まあ親父が入院したのも去年だけど、まあそれぐらいからかな、なんかねもう嫌なことが続いて、だもうメンタルもなんかもうね患ってくるじゃん。もうそうなってからのね、まあ昨日の日常でも言ったと思うけど、仕事のやつだからさ、まあ食ってくには、皆さん食ってくには困んないんで、そこはちょっと安心していただいて。で、今日も視聴者さんをはじめ、あと友達ね、俺ちゃんとかさ、あとね、ズマダンチャンネル、人妻団地のおすぎさんとかからもさ電話もらったりしてさね、本当ありがとうございます、本当に皆さんね。俺を励ましたい人はバンバン電話かけてきていいからね。そうやって言うとダメなのか。いや、いいんだもん、いいよ別に。俺はもうね、何年か前に決めたことがあるの。もう人に嫌われたくないからこうするとかっていうのは俺はもう一切やめたんですよ。だからといってなんかをこう傍若無人に何でもやっていいってことでもないんだよ。ないんだけど、そういうことやめたらさ、俺だからもうがめつく自然体でいくから、もうがめつく B 型、B 型の人すいません、俺来世 B 型に生まれたいです。 B 型はマジ最強だと思うから、あれでは我が道を行くとこっすよ。というわけで、今から親父に支援物資を届けていきます。ああ、ちなみに親父の定員が決まってよ、車の中でしたから。うわぁ、健やか温泉最高。親父に支援物資届けてきたんだけど、まあもちろん面会できなかったんだけどね、親父の転院が決まって今日11日じゃん、15だったかな、15か16日に、まあ日常でも映ってた牧田病院に転院するのよ。だからその時だけちょっと一瞬会えるっていうか見えるかな。だから15日か16日にの9時半に牧田病院にいなきゃいけないんだよ。すいません。だから、その時親父の様子見て、ただなんかこの間電話で俺聞いたんだけどさ、皆さんもちょっと酒好きの人よく聞いて、酒大好きな人って入院したくないのよ、したがらないのよ。なぜかって言ったら酒飲めなくなるからね。で親父に聞いたの。1週間ぐらい入院してる状態で電話かかってきたのよ、親父に。で、親父よって、酒どうよって言ったら、いや、それはあれば飲みたいけど、なきゃないで、今んとこ全然大丈夫だなって言ってたさ。これを機に、もう酒飲まなくなったら、親父は、まだ長生きできるわ。だから今、親父早生まれて3月12だかが、3月2日か、サニーの日に、誕生日なの、サニー。皆さん覚えておいて。サニーの日に64なんだよ。で、64で、お父のお父死んでんだよ。だから、まあ多分、お父の年齢は超えてもらいたいと思ったから、まあそれは大丈夫だなと思って。だから、それでね、酒、これでやめてくれたら、もうバッチリさ。だから、まあ、ちょっと親父のあれだよね。まあ、ど根性をちょっと見せてもらおうか。ってことは俺も、タバコをやめ、大ぐらいもやめ、パーラーもやめ。待てよ。パーラーと釣りっていう質問はちょっと無粋だから、パーラーとタバコだったら、あ、違う。今叩いた音。釣りとパーラーだったらどうだね。あ、じゃあ同じか。2発目。釣りとタバコだったらどうだべな。どうだべ。どっち選ぶんだ。アトミックスライダー選びます。今風呂入ったんだけどさ、清少時代にね、なんか誰かおならしたとか、清少時代にさ、サムソンって人がいたの。で、サムソンってすんげえ髪長かったのさ。で、すっげえ力だったんだけど、髪がなくなったら、力弱くなっちゃったんだよ。だからね、俺もちょっとね、ぶっちゃけ迷ってんの。全盲 YouTuber の二見くんが最近めちゃくちゃかっこいい髪型にして、概要欄に貼っとくけどさ、生の羨ましいんだよね。もう結構2ブロックにして、リクーム張りに。入れてなんかちょっとこう、シャキってこうなんか、入っちゃってさ、いいなぁと思ったんだけど、やっぱり着れねえもんな、俺な。思い切りなんだろうけどね。まあだから、もしだよ。もし俺に100万くれる人がいるんだったら俺切るわ。絶対 100% 切るから。切って、それを、オークションで出すから。なんか、断髪式後の曲げみたいな感じで。これガチね。じゃあ、ロッキーに100万やるから髪切ってくれっていう人はコメント欄に書いてください。100万じゃなくていいな。50万でも切るかな。切るわ。50万だね。49万9999円だったらダメ。50万、いや、50万の消費税55万。55万だったら俺切るから。うん。ね、コメント欄書いてください。もう日付変わっても今日1月12日だよ、もう。何時今わかんねえや、もう、2時ぐらいじゃないの。雨は夜更けすぎに、髪へと川。いやー、今からワカサギの動画ちょっと撮るんだけどさ、たまにはこう帽子まっすぐ被ってね。で、ちょっと真っ黒だから、まあ、アクセントに、このトミーのね、腕時計と、あと、この偏光グラスをこうかけて、これダメこれ。ロッキーっぽくない？じゃあ、ちょっとこれ目に焼き付けといてよ。やっぱこうなんだね。なんで俺帽子斜めに被っちゃったんだ。皆さんよくさ、イメージってあるじゃん、イメージって。で、どうしようもないのよ、俺のこの斜めかぶりって。結構浮くのよ、これ。釣り場にいても、車運転してても、パーラーにいても、俺全部これだからね。だから、やっぱ、結構ね、視聴者さんは、ノーリアクションなんだよ、これ見ても。なんだけど、なんか YouTube で見たことあるっていう人に結構声かけられるんだけど、本当にその被り方なんだねって。声かけられたのが、この間パーラーでした。はい。で、本当に負けてんのってネタじゃないんだねって言われました。イラッときました、そいつに。キータのロッキーチャンネル。